はい、今日はゼウマンの鍛え方です。ゼウマンというのは腕の手首から肘にかけたここの部分をゼウマンと言います。ではこのゼウマンをどのようにしたら強化できるのか、今日は皆様にそのトレーニング方法をお伝えしていきたいと思っております。まず椅子とダンベルを用意します。ダンベルは右から5キロ、10キロ、22.5キロのダンベルがありますが、個人差によって重量度は選んでいってください。では早速やっていきましょう。椅子に腰を浅くかけます。浅く腰をかけましたら、ダンベルを握っていきましょう。ダンベルを握りました。そうしましたら、肘と腕は伸びている状態で、体幹の力を使ってダンベルを引き上げるように持ち上げていきましょう。こういう感じですね。で、今現在宙ぶらりんな状態です。で、この状態をキープしたまま手首だけを曲げていきます。で、伸ばす、曲げる、伸ばす、曲げる、伸ばす。そうすることによって前腕の筋肉が刺激をされ強化していくという形になります。手首の腱と前腕はつながっており、手首を曲げる、伸ばすの動作を負荷を加えた状態で反復することによって前腕は発達していくんですね。ということで今日は前腕の鍛え方をお伝えしました。